岡山学芸館清秀中学校、岡山学芸館高等学校は、岡山県岡山市東区最大寺上に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校においては、清秀中学校から入学した生徒は普通か、清秀高等部に所属する、併設型中高一貫校である、学校法人森教育学園が運営する、 通称は、学芸、学芸館。旧金山学園高等学校。1960年に設置、開学。普通科のほか、全国の私立学校としては初めて設置された、英語科がある。また、同科の生徒は、全員が最低1年の海外留学を行う。2004年度文部科学省、スーパーイングリッシュランゲージハイスクール指定校。 2015年度スーパーグローバルハイスクール認定。近年は部活動にも注力しており、公式野球部が2001年の選抜高校野球大会に出場したことを皮切りに、その他スキー部、バスケットボール部、吹奏楽部などが全国大会に出場している。また、二千十五年に公式野球部が第十七回全国高等学校野球選手権大会に出場し、 春夏合わせて3度目の甲子園出場となった2019年の第101回全国高等学校野球選手権大会で甲子園初勝利を挙げた。生徒指導においてゼロトレランス方式をいち早く導入している。また、生徒の携帯電話を持ち込みかとし、学校連絡にも電子メールを活用している。学校創立者の森吉吉が上儀、知性と教養 礼儀の重視、個性の身長、共同愛愛国などの内容からなる見学の精神、六箇条を記し、今日まで学園の心情として継承されている。教育目標として、高い倫理観の育成、社会規範の遵守、個人主義意識と社会、国家意識を両立した教育、英語教育、海外交流の重視、思想、歴史、文化を重視した教養教育、 国語教育の充実、文部領土の教育などを掲げている。男子バスケットボール部の顧問を務めていた50代の男性教諭が2002年の不妊時より部員に対して暴言や体罰を繰り返し言っていた。2013年には禁止処分を受けるも、その後も改善がほとんど見られず、2021年8月には保護者からの苦情を端緒として共闘が、 懲介解雇に相当すると判断。当該教諭は同月付で違反退職した。ありがとうございます。